エアナイトが出たらプレゼント企画やろうかな。ベイブレードバーストね。エアナイト来てください、はい、うん、エアナイト来てください。はい、うわー、あー、また、また、おっと、戻ってきた、戻ってきたけど勢いがない。おっと、また、はい、こんにちは、ばあちゃんのりまえです。はい、今日はですね、ベイブレードバーストのランダムブースターボリューム13の2回目の開封になりますね。昨年の末に出て、残念ながらうちはレアのエアナイトゲットすることができなかったので、うん、今回3箱ゲットしたので出したいんだけど、うん、それだけじゃなくてね、今回はもう一つ企画を用意してまして、うん、エアナイトが出たらプレゼント企画やろうかな。ベイブレードバーストね、エアナイトあげないよ、うんうん、エアナイトあげないよ、さすがに出たやつあげたりしないから ね、まあ、例えば超絶アキレスとか、うん、超絶バルキリーとか、うん、なんかベイをいくつか買ってプレゼントする感じかな、うん、トータルの数にしようか、うん、あの前回ね2個あげてたね、2箱あげてダメだったでしょ。で今回この例えば3箱目に出たら5つプレゼント、あっていうのはどうですか。いいじゃん。これ出なかったらやばい、うん、やばい、これどんどん増えて10個とかになっちゃったらすごいことになっちゃうんだけどね、うんうんうん、はい、うちらもエアナイト出るし、みんなもねベイブレードが当たるかもしれないっていうウィンウィンの企画ですね、うん、じゃあ早速これ開けていく前に黄金の高評価、このレンチャンネル登録はこの企画がいいなと思ったら高評価お願いしますね。じゃあいくよ、せーの、チャンネル登録はここをタッチ、登録されるとグレーに変わるよ、一緒にベルマークもタッチしちゃおう。はい、登録していただけたらな、もしこの企画がいいなと思ったら高評価もお願いしますね。じゃあ早速エアナイト出していこう。いじゃあまずはシールをまず出しちゃって、ね、よいしょ、出しちゃって、はい、はい、じゃあ本日の1個目いきましょう。トータルで3個目かな、うん、せーの、はい、はい、エアナイト来てください。またエンペラーフォルネス、あー残念。はい、じゃあ2箱目いきます、うん、エアナイト来てください。はい、うわー、エンペラーフォルネス、でしょ。じゃあ最後3箱目です。エイシン君取り出してください。はい、エアナイト来てください。はい。ドリア、どうだ。ドリア。はい。来たー。来た。ああ、間違いない。やったー。しかもリューって書いてある方だ。あ、やったー。やったー。来ました。やったー。エアナイト来ました。今日の3箱目なんでトータルで5箱目ということなんで、5つなんかベイブレードを用意して、うん、次回のベイブレード動画の時にプレゼント企画やりたいと思いますので楽しみにしててください。やったね、うん、じゃあステッカーなど貼っていきましょう。はい、ということでステッカー貼り終わりました。こちらがエンペラーフォルネス13メテオサバイブですね、うん、はい、前出たんだよねこれ。だね。なんで、今回はもう2つ出てしまいましたんで3つ目ということになりましたね、うん、片方は僕がオリジナルでシール貼りました。適当に貼ったってことね、うん、パパの普通に貼りました今回ね、うん、はい、正直ねこんなにエンペラフォルネスいらないかなと思ったんだけど、これねレベルチップついてんだよね。そうだね。そうだからレベルチップ3個ゲットっていうことで、うん、まあそう考えればいいのかな。そうだね。はい、続いてこちらですね、エアナイト12エキスパンドエターナルですね、はい、ようやく出たねこのレアね、うん、よかった。しかもねこのねシールの貼り方がめっちゃかっこいいなこれね。そうだね。じゃあセットしてみましょう。い軽いっぽいからね。あー、まあ、軽い、柔らかいね、うん、はい、こんな感じ、いいね、いいじゃん。結構ね、大きいんだよね。で、このフレームもね、すごく大きくて、うん、エンペラフォルネスと比較するとやっぱ一回り大きいよね、うん、超絶アキレスと比較すると、あ、ほぼほぼ一緒なんかだね。そうだね。はい、じゃあいつものアングルでシュートしていきましょう。はい、じゃあエイシン君、エアナイトまずシュートしてみてください。はい、軽い、おっしゃ、どう、ちょっと軽い感じ、うん、軽い、スタミナなんだねこれね。ああ、エターナルだからかな。よし、では早速戦っていきましょう。エイシン君が使うのは超絶アキレス、ダブルオーディメンションでいきます。はい、じゃあパパはこれでいきますね。エンペラフォルネス13メテオサバイブですね。えい、3、2、1、えい、超絶達成。お、してる、してるね、してるね。あー、やばいやばいやばい。でも前も戦ったからな、結果は分かってると思うんだけど、あ、ちょっと違うかな。ちょっと違う、ちょっと違うね。この前みたいな破壊力が、あ、いけるか、いけるか、おっしゃー、3、2、1。さあ、当たって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 、お、この前のトルタアキレスの強さが見られない。あれどうした、お、
さあ、じゃあどうでしょうか。おなかなかエンペラフォーネスがやる気出してるよ。ほら今2勝だからね。おお、おいける。あ、やばいやばい。おっと、やった。はい、続いて私はこちらエアナイト12エキスパンドエターナルでいきます。はい、3、2、1。おっと、激しい当たり。なんと乗車バーストだ。ドローですね。 3、2、1。 またまた。おっと、なんとエアナイトが勝った。うそ。 3、2、1。 おっと、戻ってきた。戻ってきたけど勢いがない。おっと、またまたバースト。はい、じゃあベイカーって私が超絶アーキスダブルオーディメンションでいきます。じゃあ僕もベイカーってエンペラーフォーネス13メテオサバイブでいきます。はい、3、2、1。おっと、あー、自滅。3、2、1。おっと、よし、ナイス、ナイス、戻った。これで今の一撃で結構ロックを半分ぐらいまで。こっちはレベルチェックついてるんだからな。緩めたはず。このあと 2,3 回当てればヒットバースト。そういうことです。ゲッゲッゲッ。当たらない、当たらない。あれ、よしよしよし、当たんねえだ、まだ。あれ、今だ。あー、もうこれじゃダメだ、バーストしない。あー、負けちゃった。 3、2、1。当たらない、当たらない。ダメなの、ダメなの。当たんないよ。ダメなの。こんなにサービスしてあげてるよ。当たった。ちょっと、ちょっとダメだね、ちょっとダメだね、これ。あ、ほら、ぶれない。あーあー、甘いですか。じゃあ僕はこれでいきます。エアナイト12エキスパンドエターナルでいきます。はい、3、2、1。おっと、ここ当たって、おっと、一個激しく当たって、いつもの軌道からの、からの、これで大丈夫だ。さっきと違うね。さっきはすごい連続バーストだったもんね。お、エアナイトが結構ふらついてますよ。3、2、1。おっと、おっと、一気に回転を止めた感じ。3、2、1。あっと、よしよしよし、ナイス。あー、やばい、壁に当たってからのこのカウンター攻撃みたいなね。だけど一回しかこれが当たんないからな。一撃必殺でバーストさせないとダメだな。でも今の攻撃でかなりふらついたな。そうね、そうね、それついてますね。やばいね。エターナルとはいえ、それついてます。あと一撃だ。ほい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 。うわー、じゃあ僕はベを変えて超絶バルキーゼニスエボリューションにします。はい、じゃあ私はエアナイト12エクスパンドエターナルに戻します。はい、3、2、1。おお、おいやー、素晴らしい。3、2、1。オッケーオッケー、今回は大丈夫。おっと、そう、逆にオーバー。3、2、1。さあ、どっこい、どっこい、どっこい。素晴らしい。はい、ということで今回はベイブレードバーストのランダムブースターボリューム13 2回目。はい、ということで今日の動画がもしよかったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。はい、今回のおすすめ動画はいつものところに出てますのでぜひチェックしてみてください。どうだろう、最後デッドハーデス来ました。急に来ました、デッドハーデスね。あ、負けた。
はい、ということで次回のベイブレードバーストの動画はこのイヤーナイトも手に入ったんで、この超絶改造ガイドを元にやっていきたいんだけど、その時にプレゼント企画をやりたいと思いますので、ぜひ楽しみにしててください、うん、はい、ということで今回以上でございます。バイバーイ。